30分1本勝負を行います。青コーナーザ・フレンタリーチーム160パウンド、ムーン・アヤコ。167パウンド、ザ・ビー・ヤマト。
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
ちょっとフォアボール決まるパターンじゃなかったよ。
ちょっと苦しそうな表情だ。
まず断面ごとで押さえております。道ロープの方に逃れてまいりますか。うんと、まだロープまではちょっとありますね。今懸命に左手を伸ばしておりますのが長友でありますが、またまん中に引きずり出しました。小松美香、このあたりはなかなかしぶといものを持っております。 長友に対しましてね、かなちゃん頑張って、かなちゃん頑張って、ファンの声援が飛んでおりますリング上。さあ、どうでしょうか。我慢できるか。このまま、ギブアップに持っていきたいという小松美香の攻撃であります。盛んに足を攻めてるんですね、小松としては。そうですね。やはり先ほどのキック攻撃は相当効いたんでしょうか。いや、非常にいい攻撃方法ですよね。はい。 小松としては長友かなこのキック攻撃を相当警戒しているようであります。今度は弓矢固めの体勢に入りました小松美香。次々に数を技を出しております。が小松、このところちょっと攻めあぐんでおります。長友かなこ、右足が相当痛そうです。そして休む暇を与えません。おっと、今度はプラス空振りに終わった。さあ、長友チャンスでやりました。代表を突き上げました。 そして今、ロープに行った。さあ、踏み込んで、あっと、エルボーが空振りだ。逆に、どうなるか。小松、逆襲に転じました。後頭部を打ちました長友でありますが、痛そうな顔をしております。長友っていう人は正直ですからね、痛い時には痛そうな顔をいたします。さあ、今度は、あれ、ハート攻撃なんでしょうかね。そして上から、クロスアタックですね。そうですね。なかなかうまく攻めてますね。そうですね、この辺り、さすが小松美香。 うまい、素早い攻撃であります。抑え込みの体勢に入る。今度は長友が懸命に捉える番だ。どうか、力でねじ伏せることができるかどうか。さあ、小松どうか。どうか、レフリーが本庄を追いかけてやります。懸命に下から覗き込んでおりますが、なんとか長友逃れました。あのあたりがやはり両選手にとって大きな課題なんですね。いや、そうですね。これ同じような体でこうなんですから、大きい選手に対しては なかなか抑え込みっていうのは決まりませんですね。やはりタイミングとね、はい、体を抑える力、それがもう一致しないとなかなか苦しいですね。カウント3のフォール勝ちっていうのは両選手にとってもなかなか難しいところであります。さあ、後ろからボディースターズがついて入っております。依然として窮地に立っておりますのは長友かなこ。20分、日本勝負。今試合時間10分が経過いたしました。 さあ、これはどうでしょうか。なるほどね、シーソーみたいな形でね、フローということなんですけども、さあ、ギブアップ技、どうか。長友の方がちょっと前に来ましたね。今度はエルボーを2発落としました。3発であります。背中にエルボードロップを3発。思わず背中を押さえておりますのが小松であります。そして大技が出るか。まずボディスラムタックつけた。 さあ、長友が今トップロープに上がろうとしております。さあ、長友を得意のミサイルキックが出るか。きれいに決まりました。今あのほっぺに当たってるんですけども、たったった、やはり抑え込みには至りませんでした。トップロープから強烈なミサイルキック、なんとかカウント3を取りたいという長友かなこであります。 長友選手も今日はなかなか粘り強く戦ってますね。やってますね。ああ、先ほどアキレス腱固めをね食ってますんでね、今度はあの手でお返しという感じの長友でありますが、すぐに反撃を許しました。上になっているのが小松美香。カウントが2つ入っております。さあ、 今度は小松、決めていこうという体勢であります。どうか、ヘッドバット、カウンターになって入っております。ロープの反動を利用し込んでのキック、きれいに両足で決めております。そして、どうするか、ボディースラムクラウン、抑え込みの体勢です。なんとか決めようという小松美香、長友逃げました。あそこが決まりませんですね、宮本さん。やはりまだやっぱりダメージがね、そこまで行ってないですからね。そうなんでしょうね。 まだもっともっと攻めて攻めて、最後に入っていかないと無理ですか。そうですね。はい。じゃあ、長友。
ともう小松もあの抑え込みの体勢がやや早いわけですか。前まだちょっと早いですね。早いですか。もうちょっと10分過ぎましたからね。ちょっと両選手も疲れてますね。お、今度は殴り合いを見せましたからね。お互いに引き合いを入れております。お、とっとっと、さあどうか。ああ、今度は引き上げりを見せましたのが小松、ミカでやります。長友も返した。ボディに対しまして引き上げり、いや3発という手を折ります。たまらず崩れ落ちましたのが小松ミカ。 気合が入ります。両戦地の対決です。じっくりとじっくりとスモークされて粗挽きポークソーセージとなる丸大手作りディナードゥ。 体の飲み物だ。サントリー NCIA ボトル新発売。俺かも嬉しい。こんなわてかて使いようでんがな。あんたについていきまっせ。 産経新聞は一月500円もお得です。忘れていない初恋、人は黄昏に。おじい放送展、5月30日から6月4日まで池袋西武にて開催。小松美香、長友、かなこの対戦を迎えております。 体力がないんでつらいでしょうけども、やはりファンが待っているのは空中殺法といいますか、大きな動きなんですけどもね、なかなかでません。試合開始直後に出ておりました長友かなこのね、あのキック連発、これをもう一回見せてもらいたいもんであります。さあロープに振られて、おっとこれはうまく避けました長友かなこ。さあ反撃のチャンスが訪れました。小松空振り、失敗に終わっております。長友どう反撃いたしますか。ロープを使うか。 おっとこれシンドロップ、バッチリと入りました。そしてもう一発でやります。長友を狙っております。3連発、これはちょっと緩慢な動作でした。合わされました。長友かなこ3つ目入りませんでした。今度は小松の反撃でやります。ドロップキック、強烈なドロップキック、いや使いました。さあ3発入りました。さあ今度はあっと長友が反撃、キックの応酬でやります。ちょっと 小松美香、右の足を痛めたようであります。痛そうな表情を見せました小松美香。しかし小松美香、今度は両足を取っております。ボストングラブの体勢に入ろうとしております。さあステップオーバーなるか。ダメでした。長友懸命にこらえました。ボストングラブはなりません。 長友、決着つけました。さあ、試合が入る。小松美香、今の場外戦はなかなか試合が入っておりました。場外まで追っていきました。小松美香、今度は後ろから。おっと、長友が行った。 そしてまた決着に遅れました。決着に遅れ、2人目が強烈に2人目が出ました。さあカウントがついている、カウントがついている。今小松が入りました。18で入りました。危なかった小松美香。場外戦はなかなか気合が入っておりました。長友、小松の一戦であります。さあそして逆さを抑え込み、お互いに駆け落とした。カウント2でした。本庄ゆかりカウント2でした。危なかった。さあ首投げに入りましたフライングメイヤー。
どうカウント3を取りますか両選手。試合はもう終盤に入っております。今度はパッケージホールド、これもカウント2でやります。お互いにちょっとあの技の数は多くなったんですけども、しかし疲れたという感じも出てまいりましたですね。やっぱりそうですね、はい、まあ、ここをね踏ん張った方がやっぱ勝ちですよね。そうでしょうね。20分、まあ、こうして休みなくリング上戦っておりますと本当に苦しいレスリングであります。特に体力のない両選手にとりましては今日のこの試合もう今一番疲れている時ではないでしょうか。しかし先ほどの場外戦を見てましてもね、なかなか意地を張り合ってね、そうそう、単なる仲良しコンビの対決とは一味違った今日はいいものを出しております。小松そして長友の一戦であります。さあ小松顔面をたきつけております。長友かなこ思わず顔面を抑えた。カウントが入る。左足を伸ばしてロープに。長友ピンチ、ああ長友ピンチ、がっちり抑え込まれた。これまたカウント2であります。顔面を真っ赤にし汗びっしょりいたしまして、長友は懸命に耐えておりますが、しかし体力的にはやはり小松の方が一番岩手か。実行力がついております。ストンピには髪の毛を掴んで小松、さあ長友1回転上からホーンの体勢でカウントはカウントは2でした。長友必死に耐えております。またカウントカウント2であります。さあ完全に小松優勢になりました。今日の一戦です。そして今度は長友が一気にいった。さあこれは一応抜きました。長友の逆襲です。はい、今度は長友懸命に力を振り絞って逆襲だ。しかしキック入った。カウント、ああコートローブを打ちました。強烈なキックでした。カウンターになって入っておりました。さあとどめを刺すか。今度は長友いった。カウント2であります。いや視力を尽くして両選手いい試合を展開しております。長友そして小松の一戦です。さあ髪の毛を使って小松なんとか決めようという体勢でカウント、危ないですね。長友危機一髪でした。時間がもう残り少なくなってまいりました。20分1本勝負、時間切れ決まっているケースも十分に考えられます。しかしなんとか決着をつけたい小松であります。さあ小松どうか、後ろに落として今度はそのまま襟固めに入った。逆転技を見せました長友かなこでやります。さあもうあと1分になりました。お互いに力の限り懸命でやります。疲れているのは長友かなこ、何とか決めようという小松美香。さあキックが出ました。そして左手でやります。ボディに入った。さあそしてもう1回上から行くか。髪の毛を掴んでいる。おっと今度もまた長友の反撃であります。体勢は崩れているが、また逆さ抑え込みの体勢であります。これはどうか、これも決まりませんね。もうフラフラの長友かなこ、そして小松美香、どうかこれも監督であります。場内からはもう完全に不明の沸き起こっております。さあ15秒になりました。上から最後のとどめを刺すか。ダメですね。20分引き分けのようであります。あと5秒になった。今度は長友が上から行った。今ゴングが鳴りました。20分1本勝負、結局決着はつきませんでした。時間いっぱい両選手戦いました。20分時間切れ引き分けなんですけども、宮本さんなかなか両選手とも何か闘志を表に出してよく戦ったんじゃないでしょうか。そうですよね、はい、まあ、今握手してましたけどね、お互いにやはり20分、まあ、10分を過ぎてからね、本当に気力といいますかね、そういうものをほとばしるするに、ね、戦ったと思うんですよね。はい、リンリンカナボ仲良しコンビの対戦でございました。ナイスファイトでございました。もないプロ志願の少女も数多く、今年もまた明日のスターを目指して厳しい練習に耐えデビューした3人の新人選手がいる。彼女たちは選手という
まさに少女と呼ぶにふさわしい。川上典子18歳。高橋美奈16歳。堀歩美17歳。この日東京大田区体育館で新人王決定戦が行われた。彼女たちはいずれも今年度デビューした新人選手である。堀歩美はデビューして1年。ちょうど私が受けようと思ったのは高校に入るかっていう時点だったんですね。それであのテレビ見てたらあの応募があって、自分も体が大きいしで、なんか周りを見てもね、やっぱ人並み外れたっていうか、そういう体を持ってる人はあまり珍しいんで、それでなんかこの体を生かして何かを自分やってみたいと思ったところに募集があったんで受けたんですね。そうしたら受かっちゃって、それであの自分でも乗り越えられるかどうかはまだ分かんないんで試してみようと思って、で高校諦めてでこっちに入ってきました。川上典子はデビューして7ヶ月。要するに女子プロをやる人っていうのは、はっきり言って普通の人じゃできないと思うんですよね。なんていうのかな、人一倍好奇心がないとダメだと思うし、それに負けず嫌いじゃないといけないし、とにかく普通の人と同じ道を歩きたいと思ってる人には絶対務まらないところだから、私みたいに変わってるのが入ってていいと思うんですよ。高橋美奈はデビュー2ヶ月。勉強あんまり好きじゃないし、高校行きたくなかったし、もし受かったらいいなと思って受けたんです。でもその時のオーディションでは落ちちゃって練習生になったんです。それで練習していくうちに本当にプロになりたいっていうふうに思って、アルバイトしながら練習生通って、やっと今年のオーディションでパスして入ってきたんです。15番席の姫子です。昭和37年6月4日生まれです。身長169センチ、体重59キロです。練習生でプロ選手としてデビューするにはまずオーディションを受けなければならない。これには毎回全国から約3000人の応募があるという。書類選考の末、基礎体力などの審査が行われる。高橋美奈は2度目、川上典子は3度目のオーディションでやっと合格した。彼女たちがそうであるように多くは練習生出身である。オーディションに合格すると約3ヶ月の特訓の後プロテストを受け、そこで合格して初めてプロとしての資格を与えられるのである。オーディション合格者のうちプロテストに合格するのは毎年 2,3 人であり、さらにプロとして1年以上続ける選手はごく少数だという。
彼女たち新人選手の一日の練習過程は朝6時起床、約5キロメートルのランニングに始まり、軽く柔軟体操、スパーリング、そして朝食後仮眠。午前11時から2度目の練習開始。柔軟体操、縄跳び3分5ラウンド、腹筋約100回、腕立て伏せ約50回、ブリッジ、受け身、打ち込みスパーリング、技の練習など。そして午後5時からも同じように行い、1日約5時間ぐらい練習する。ある日は午前中の練習を終えてから準備班と一緒に出発し、リングの組み立てを手伝って、組み上がった誰もいないリングの上で練習をするのである。ほら、生き抜いたらダメだろここで。左足で蹴るつもりで意識して、左足と、右だけだ。4時過ぎ、先輩選手が到着する。彼女たち新人は休む暇なく、先輩選手の試合準備の手伝いをしなければならない。試合が始まると、少しでも先輩たちから何かを学び取ろうとセコンドを務める傍ら、必死で試合を見つめる。
彼女たちの胸の内では、明日は私もジャッキーに、トミーに、ルーシーにという思いが踊っているに違いない。新人を作るっていうか、スターを育てるっていうには、その一番基礎っていうのは、足腰を鍛える運動、それにあとスタミナを作らなきゃならないんで、毎日そう10キロぐらい走るとか、縄跳びを3000から5000ぐらいやるとか、柔道の受け身をうんとする、あとあれですね、筋肉、女の人の体って筋肉はできないけど、腹筋、それに、ブリッジ、要所要所の筋肉を作らないといけないんで、基礎がまず初めに一番、その次にはですね、声を出すことも教えなきゃならないし、今やってる新人は体がちょっと大きいっていうか太ってるんでね、どうしてもスタミナがないために、スタミナをつけるために走らすことと縄跳び、それにあと腹筋、そういうのを主にやってます。そして練習生として入ってきた人ですかね、受け身はできるもんで、本当に今度選手になるためのその何ですか、スタミナ作り、そういうものに力を入れてやっております。はい、いいでしょ、はい、いいです、はい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 、この高橋っていう選手はもうなんていうんですか、その体が細くて筋肉質な体じゃないために、そのお嬢さんみたいな体はつけるけど、どうしてもその体をね、そのごつくっていうんじゃなくて、その筋肉質のような体にするために、やっぱし普通の人よりももっと厳しいトレーニングをしなくちゃならないんで、人の人の倍トレーニングをさせるようにしてます。新人はデビューして1年間は練習場の2階で合宿生活をすることになっている。食事、洗濯、身の回りのこと全て練習と年間約300試合の合間を縫ってしなければならない。一番辛いなと思う、自分の時間がないことです。自分の時間があったら、やっぱし学校時代、中学時代の友達に会っていろいろ話したいなと思う。なんて言っても時間がないっていうこと で、普通の人と時間帯が違うんでね、どうしても夜中帰ってくるみたいになっちゃうんですね。で昼間は移動とかでもうほとんど時間がないからね、そうすると自分の時間が持てないし、そしてやっぱり女の子だから一応だからショッピングとか、ね、いろいろ買い物とかしたいけど、そういう時間がないから全然楽しみがないっていうか。私はお金がないことです。本当お金がないと、いくら暇があっても買い物にも行けないし、いつも足りなくなっちゃうんです、月の半ば頃になってくると。試合は高橋が川上に敗れ、川上と堀とで争われることになった。やっぱり実力の差で負けたんだから仕方ないですけど、もっとスタミナをつけるために
ランニングとか、あと技をもっと覚えたいです。やっぱり1年川上さんより1年上っていうやっぱハンディがありますので、でもやっぱり1年上っていうだけでやっぱりここで勝ちたい、まあ、ここでは負けられないっていう、そういうあれはあります。精一杯、まあ、精一杯戦って負けるんでしたらそれはそれで仕方のないことだと思うんで、私の場合も、まあ、早く言えば練習生の時も含めて練習してて3年間ぐらい練習してたんで、その成果が今日の試合に出せないっていうの言うんだったら、やっぱりその練習っていうのはなんていうのかな、練習じゃなかったと思うんです、はっきり言って、試合に出せなかったっていうんだったら、
夜が明けた。しかし彼女たちに休みはない。今日もまた早朝からランニングが始まる。誰もいない冬の朝を走る。彼女たちは言う。一日でも休むと走り方を忘れてしまうんですと。やっぱり青春っていうのは若いうちだからこそできることであってね。だから私はやっぱり何にでも、チャレンジして、それで何年か経ってね、自分にプラスになる、要するに悔いのないように、そういう生き方をしたい。今青春って言われてもわからないと思うんです。はっきり言って苦しむためだけのなんか時みたいな感じがするんです。今この時間も全然ないし自由もないけれど、自分で好きで入ってきたんだし、その厳しい練習とか練習の合間のそのおしゃべりとか、そういうなんていうか時間はないけれど、毎日毎日同じことの繰り返しだけど、やっぱそれが自分の青春なんじゃないかと思います。川上典子18歳、堀歩美17歳、高橋美奈16歳。ハイティーンと言われるこの時期は、あらゆる可能性、いろいろな夢を思い描く季節である。だが彼女たちには今プロレスという一つの可能性しか残されていない。1980年、今年もまた全日本女子プロレス華やかに新しい年のスタートを切ったわけでございます。今日は超満員の後楽園ホールからお伝えすることにいたしましょう。実況担当の篠です。一つ今年もよろしくお願いいたします。それからいつものようにレポーターは、はい、橋本美沙子です。今年も一生懸命頑張りますのでよろしくお願いします。そして今年こそ念願の女子プロ入りを果たしたい、こう本人が言っております。それからもういつもおなじみですね、この番組の解説を担当していただいておりますデイリースポーツ運動部の佐藤翔一さんです。どうぞよろしく。2月には晴れてパパになるわけでございます。それからですね、もうこのところね、ずっと常任の解説者ですよね、赤木真理子さん、元 3WA のチャンピオン。赤木さんはですね、はい、もう長年全日本女子プロレスのために一生懸命に、レスリングをやって、何か社長さんから、はい、ご褒美として、はい、お店をいただいた。そうなんです、ね、武蔵小山の駅前、ちょっとの写真を見せてくださいよ、はい、見てください、赤木真理子さん、元女子プロレスラーとは思えないね、本当に可愛らしいママぶりとか、もう大変な今人気なんですってね。おかげさまで今順調にいっております、はい。佐藤さんと私もいずれ寄らせていただきます。よろしくお願いします。ぜひお願いいたします。さて、いつものようにですね、今日は今年初めての放送、今芸能界でも最も忙しい人、宮尾すぐさん、
本当に忙しい中いつもありがとうございます。とんでもございません。もう今日はですね、はい、今年にかける選手のですね、はい、新しい意欲といいますかね、はい、そういうものをこのリングで、ね見せていただこうと思ってですね、張り切ってやってまいりました。何を言ってもまた一つ全日本女子プロレス、はい試合に駆けつけてくださいね。お願いいたします。それから筑波大学の先生でもう本当に今ね、女子プロレスファンならもどなたでも大変な人気の相馬先生でいらっしゃいます。今日もよろしくお願いいたします。はい、新春早々ありがとうございました。はい、熱狂的な女子プロファンの先生でいらっしゃるわけです。さて、これから今日は数々の試合が展開されるわけなんですが、その前にちょっとあの皆様にですね、お知らせがございますよね。はい、まずあの、はい、ファンの集いファン交換会の模様からちょっとあの、はい橋本さん、はい紹介してください。はい、あのファンの方1000人ぐらいもあの、はい、ホールいっぱいになっちゃったんですけども、はい、集まって、はい、あの選手の方たちとあの交流をしたんですね。はい、あの二人羽織とか、うん、あのなんかいろいろゲームをして遊んだってことなんです。あ、そう。はい、それから今日はあの試合の前にですね、はい、ジャッキー佐藤とトミー青山が、はい、何かあの姉妹かなんかやったんですね。そうなんですよね。ねとっても上手でした。あ、そう。はい、まああの今年もファンの皆様には全日本女子プロレスいろんなサービスでね、はい期待にお応えしたいこういうふうに思っております。一つ今年1年全日本女子プロレスを声援してください。それからもう一つねお知らせがあるんですよね。実はあのこれは相馬先生にも関係があるんですけども、はい講演会の一つと言っていいでしょうか。ジプシー軍団というのが誕生いたしまして、はい相馬先生がその会長になりですね、それから副会長にですね中田さん元所沢市立松井小学校の校長先生をやっています、はい、大変な女子プロレスファンなんですね。このお二人がですね、ジプシー軍団というね、まあ、あの相馬先生はぜひ会長になってくださいと、会員の皆様の強い推挙により会長になられたわけなんですけども、ちょっとあの、カメラさんね今後ろをずらっとあの撮って、くださいましたけども、これは主に大学生、はい、それから高校生、はい社会人、ねまあ、今までの女子プロレスファンが、ね、小学校の上級から中学、高校ぐらいだったんですが、はい、その上の、ね大学生、社会人まで、今度は一生懸命、女子プロレスを応援しようというのでジプシー軍なんていうのが誕生いたしましたね。本当に今日は緊張した表情で放送席の後ろに座っていただいて、まあ、あの機会があるごとにこれから、ねはいお迎えして、はい、いろんなあのお話を聞きましょうね。そうですね。はい、はいということで今日はお伝えすることがいっぱいでした。
年明けましておめでとうございます。本年も昨年同様全日本女子プロレスどうぞよろしくお願いします。シングルマッチ30分一本勝負を行います。赤コーナー140パンド南西組、青コーナーヨーロッパチャンピオン170パンドレナブラウン、レフィーユーアリアナ。日本に初めてやってまいりました欧州チャンピオンであります。今早くもファンのヤジにですね、本当にすごい形相で応えてますが、これは注目の試合であります。ナンシー組とレナ・ブレアの一戦を迎えました。30分一本勝負です。今このレナ・ブレア選手が橋本さんね、いつまで経ってもリングの上に登場しませんでね、なんとなくナンシーも私たちもそれから会場のファンの皆さんもねやきもきしたんですが、異様なムードを持った選手ですね。そうですね、それにすごくおしゃれなんですよね、はい、肌にラメをちょっと塗ってるんですよね。それでキラキラ光ってますね、はい、本当ですね。なんかおしゃれの仕方を知ってるっていうんですか。あ、そうですか、橋本さんから見てそんな感じ。そうですね、リング上でのおしゃれの仕方ってすごく少ないと思うんですけどもね、しかしなんとなくこういう風にね、はい、素直に試合をやらなくてイチャモンをつけるというタイプかもわかりませんね。まだゴングは鳴っておりません。試合が始まったわけではありません。ナンシー君どうなんでしょうか。もう試合が始まったのか。そうじゃありません。コーナーに帰るとレフリーが言っております。ナンシーが腕のところにしてフローに取れって言ってるんですよね。赤木さん、はい、うるさそうな選手が来ましたね。なんかうるさいですね、あれはしかし当然取ってもらわなくちゃいけませんでしょ。あれは当然取らなきゃいけません ね、はい、剣道でいう小手みたいなものをやってますけども、あれ一応凶器と金具がついてますもんね、はい、一応それは取らなきゃいけません。要するに日本のルールの場合はね、外国と違いますから、あれは完全に取らなきゃいけません、ナンシー組の抗議がありましても当然なんですけどもね、相当に試合開始ゴング前に揉め事がありました。ナンシー組としてもですね、油断がならないといった表情であります。さあ試合が始まりました。30分1本勝負、ナンシー組とレナ・ブレアであります。レナ・ブレアは待望を久しかった欧州チャンピオンであります。佐藤さん、はい、もうヨーロッパでは誰一人知らない人はないというレナ・ブレア、とうとう日本のリングにやってきましたですね。そうですね、日本では本当に未知なんですよね、はい、どういうことをするのかってのは事務所の方にも資料が入ってませんしね、はいはい、今日は日本初を見る目で、どういう選手かっていうことは分かるんですけども、どうも凶暴ですね。本当ですね、普通男の場合ですとヨーロッパの選手というのは非常にクリーンでですね、どちらかといえばアマレスリングに近いんですけどもね、はい、どうもそうでもないみたいなんですね。女子も何度か欧州からやってきたことがあるんですけども、はい、アメリカンスタイルじゃなくてですね、やはりテクニックをじっくり見せる、どちらかといえばおとなしいタイプの選手が多かったように思いますけどもね。そうですね、シェリルなんか今アメリカにおりますけども、もともとまあヨーロッパのイギリスの選手ですからね、はい、あっと今後ろからですね、池下選手ですよ、がナンシーの足を引っ張ってましたね、どうやらブラック側にやはり池下海選手が回っているようになります、というよりもブラック軍団としては当然ですね、日本にやってまいりました外人選手を応援するわけであります。宮尾さん、はい、宮尾さん、このレナ・ブレアという選手どういう風にご覧になりますか。なかなかいい体格をしてますけど、まず体が目につきますか、おしゃれですね、はい、体に金粉をずっとつけてますね。そうそう、ね、これは初めてですね、金粉をつけた最初に橋本さんからもね、はい、おしゃれのポイントを知っているね、はい、選手だということを言ってましたけどもね、はい、そんな感じですね。狂気がね、はい、後で出てくるんじゃないかなって気がいたしますよね。あ、そうですか、赤木さんはその専門的な立場からレナ・ブレア選手どういったタイプだというふうに想像されますか。もうなんとかしら、なんか暴れ馬みたいな感じで、あ、なるほど、手に負えないようなレスラーですね、
まあ、あの反則攻撃なんか平気でやりそうですね、平気でやりますし、はい、また口がうるさそうですね、なんかそうかそうか、とにかく一つに直ではいかないという感じですよね、いきませんね、しかしもう実力は欧州でも知られております、欧州チャンピオンのミカ・ブレア、一方最近心境目覚ましいと言われておりますナンシー組の対戦であります。今日は相馬先生に先ほどですね、まああのはい、レスリングの、ね歴史みたいなものを、一番古いその、レスリングの話をしていただいたわけなんですが、はい、あの格闘技と、ね、女性というのがどうもあの私たちにしてみればなかなかあの結びつかなくて、はい、よく女がこれだけ、凄まじい格闘技をやるなと思ってるんですけども、先生この件はですね、はい専門のお立場からどういうふうにご覧になりますか。あのこれはやっぱり非常に古うございまして、はいはい、例えばあのまたの場外乱闘で先生のお話を聞こうとするとですね、必ずこういった場外で、騒然としてまいります。先生お願いいたします。はい、あのトロイ戦争でございましたですね、はいはい、あのヘレンとトロイで有名でございますが、あの紀元前1400年 BC ぐらいですが、うん、その頃すでにあのアマゾンというお調子の通りの有名なあの女族で、暴れ女という意味のものすごい女性、はい、あのアマゾンがございましたが、あの人たちはものすごい力持ちで、これは人間さんといってレフリーがやられてますね、はい、あーっとこれは大変だ、逃げた、あーっと自爆の形になりました。ちょっと待ってください、先生の話を聞いてますけども、ナンシーが行きました、ナンシーが行きました、あっとお相撲さんがいるんですよね、今日はあの谷嵐関とかですね、あるいはあの松浦方とかお相撲さんも新春のリングを観戦中でございます。そこへ場外乱闘で行っちゃいましたね、お相撲さんもびっくり仰天ではあります。さあ場外乱闘だけは何とかしてください。欧州からやってまいりましたレナ・ブレアであります。一つ欧州のヨーロッパのまあ伝統というのはリングの上で素晴らしいテクニックを披露するレスリングとこういうことになっております。佐藤さんもねその辺のところを最初に解説していただいたわけなんですけども、今日はどうしたんでしょうか。いつもおとなしいナンシー君もなんとなくあの肩をしてますね。なかなかリングの中に入れてくれそうにありません。またリングの下に転落いたしましたナンシー組であります。ナンシー先生に聞いたんですね、あの外人選手どうですか、はい、って言ったら、はい、もうあの一声重たそうっていうふうに書いてたんです ね、 あの怪力のナンシー選手がねそう言うんだから本当に重たいんじゃないかと思うんですけどもね、はいはい、いやーなんとか中に入ってねクリーンな試合をしてもらいたいんですけども、おっと足を取った、あっとまた下に落としますね。今度はナンシー右から後輩が飛び込みました。さあしかし場外乱闘がどうでしょうか。こんな大きな巨体が椅子の中、お客様がもう見守っております。今日は超満員の後楽園ホール、新春チャンピオンシリーズ第1戦であります。こんな大きい体ご覧ください。さあ今度はリングの中に入れるか、ナンシーが待っている。どうやらリングの中での対戦になったようであります。ロープに振った、思い切って、あーっと、しかし動きは決して速くないようであります。さあ今度はどうなるか、またぶつかっていきました。ネックブリーカーに行っておりますナンシー組です。相馬先生、はい、どうやらあのリングの中で落ち着いたようなの で、 そうで先ほどの続きをお願いいたします、はい、あのアマゾンと言いますのは、はい、あのギリシャ人とりましても大変な勇猛果敢な女族で、はいはい、女の戦士たちでございました、ものすごくでございまして、はい、もう毎日のようにトレーニングを欠かさないで、はい、もう男の人はとってもかなわないと、はい、男の人たちが逆にあのミルクや、はい、そういうのを持ちましてあの赤ちゃんを育てたらしいんですね。そういう勇猛果敢な戦士がございまして、はい、それがどうやらあのどうやらあのアフリカの北のリビア、はい、それから黒海周辺 の、 あのポントスと僕ら言うんですが、はい、ポントス周辺に、あのいたらしいございます、はいはい、それでスキータイという選手と一緒に非常にあの仲が良くて、あのその名前は名声はもう四方につつ裏裏に広がっていたらしいです。やはりあの女性の方と、はい、あれはすごいんですね。ちょっと待ってください。今何か出しました。
ましたね。なんか今日決めた。何を出したんでしょうか。腕に。ねえ、あれなんて言ったらいいんですかね。腕当てみたいなものをね、手につけまして、それでナンシー首を投げつけておりますが、あれは危険です。ね、金具ついてますもんね。金がついてるだけで危険です。おっと、今ジェフリーがモンドリーに来てリングの中運動しております。また行きました。いやー、早くも強気攻撃であります。凶悪なピンチが日本にやってまいりました。そうしますと、あの相馬先生、はい、大体こういった格闘技というのは、はい、歴史をたどっていけば、その女族というんですか、はい、もう紀元前1400年前に、はい、女性がやってたわけですね。